本当にしつこいやつだが、なんで俺様の船を襲うんだ。親分、大変です。あのな、船の上ではキャプテンって呼べって言ってるでしょうが。すみません。それよりも親分、新手が来ましたぜ。しゃあねえな、戦えるやつを全員上甲板に集めろ。大急ぎだ。へっ、ゲッチンぜ。こんなところでやられるなんてシャレになんないぜ。長き眠りから覚めた蛇竜ダルダンディス、力の恩恵と引き換えに人間を支配してきた魔法の源クレーネ・ジュエル。2つの強大な敵を倒し、アリオス様はイシタリアを暗黒の時代から解放した。あの戦いから3年、我々には新たな戦いが待っていた。魔法を失った世界の混乱を最小限にとどめ、真の平和をイシタリアに根付かせるための仕事である。アリオス様は自ら先頭に立ち、イシタリアの各地に赴き、人々に勇気を与え声援を送り続けた。イシタリアの復興は成し遂げられ、それと同時に長かった我々の戦いもようやく終わることになった。戻ってきましたな。すごい歓迎ぶりだ。なんだか照れくさいな。イシタリアはようやく真の平和を手に入れたのです。アリオス様は蛇竜を倒し、モンスターの残党をも駆逐なされた。この偉業は必ずや後の世に。それは違うよダイモス、全てはみんなのおかげだ。特にダイモスには感謝している。アリオス様、さあ新しい城へ行ってみよう。ヌースが首を長くして待ってる。これはアリオス様、お帰りをお待ちしておりました。ヌース、久しぶりだな。元気そうで何より。ありがとうございます。ダイモスも生きていたようだな。少し老けたか。自分より年上の人間にそんなことを言われる筋合いはないわ。人を気にしていること。しかし話は聞いていたけれど、新しい城がこうも早く出来上がるとは。完成までには今少しかかりますが、とりあえず中はお見せできます。さあこちらへどうぞ。この奥はアリオス様の執務室です。まずはそこにご案内いたしましょう。私のだって？貴様、まだアリオス様を王にしたいらしいな。いかがです、新しきイシタリアの象徴は。とても素晴らしいよ。後期の割には上等と自負しております。特に設計段階から機能性を重視した。相変わらず脳書きばかりが多いな。席をおすすめして飲み物の一つも用意したらどうだ。これは私としたことが。おい誰か。何、リュミナか。お姉
兄ちゃん。ダイモスに妹がいたなんて知らなかったな。はあ、紹介が遅れまして。だがどうしてここに。避難していた村までヌース様が迎えに来てくれたの。よかったな、ダイモス。はあ、飛んだ話で。よろしく、リュミナ。私は知っています。アリオス様でしょ。お兄ちゃんがいつもお世話になってます。あのな、私は別に。感動の再会に割り込んですまないが、リュミナ、飲み物を3つ持ってきてくれないか。はい、ただいま。まったく。なんだその不満そうな顔は。貴様にはもう少し分別があると思っていたがな。私でも一人でできることには限度がある。身の回りの世話をしてもらっても罰は当たらんだろうよ。それに私も貴様を義理の兄などとは呼びたくない。同感だ。もっともある方がイシュタイヤの王になってくだされば、私もこんな苦労をせずに済むのだがな。私はイシュタリアの王になるつもりはない。それに新しい時代に古い制度を取り入れるのは愚か者のすることだっていう言葉もあったしね。誰がそのような世まい事を。貴様だ、ヌース。これからは言葉に注意するとしよう。アリオス様、近況を報告いたします。会議室へどうぞ。それでイシュタリアの様子は。復興は順調に進んでおります。魔法がなくなった影響がないわけでもありませんが、いや、人間とは強いものですな。それはよかった。他の仲間たちも変わりなくやっているだろうか。確かソフィア殿とメディア殿はパルティアに戻ったはずだな。ヒュラーとアルゴスも故郷に帰ったのだが、リュコスがな。どうかしたのか。1ヶ月前、イシュタリアの南西にあるという新大陸に向かったのです。新大陸だって。ギムノスの果て、海の彼方に我々の知らない大陸があるらしいのです。どうやらイシュタリアはクレーネの光で別の世界と隔絶していたらしい。だがクレーネの消滅によって。行き来が可能になったか。どのようなところだろう。皆目見当につきません。そこでリュコスに調査を命じたのですが、予定を過ぎても戻らないのです。リュコスほどの男が戻らないとは何かあったに違いない。よし、探しに行こう。何もアリオス様が行かれなくとも。私もお供します。ダイモス、お前にはまた世話をかけるな。いえ、アリオス様が行かれるならたとえ地の果てでも。ありがとう、ダイモス。なりませんぞ、アリオス様。アリオス様にはイシュタリアの失勢という大事が待っております。貴様も諦めが悪いな。アリオス様は王にならぬとおっしゃられたではないか。しかしアリオス様、もしや逃げるおつもりでは。別に逃げるわけじゃないよ。だがリュコスは私の大切な友人だ。放ってはおけない。ヌース、船員付きの船を用意してくれないか。それと他の仲間に連絡を取ってくれ。お止めしても無駄のようですな。アリオス様が3年前乗られた船が港に停泊しております。すぐに用意させましょう。お早いお帰りをお待ちしておりますぞ。アリオス様、良い風ですな。まずは順調だね。はい、この調子ならあと半日足らずでパルティアの海域に到達するでしょう。パルティアか。モンスター討伐に出発して以来ソフィア殿にお会いしていませんな。寄港してみてはいかがでしょう。ソフィアに会ってから旅を始めるとしよう。
これはアリオス様、わざわざお越しくださるとは。メディア、久しぶりだね。旅の途中なのだが立ち寄らせてもらった。どこかへおいでになるのですか？うん、ちょっとね。わ、ドラゴンスレイヤーはここに置いてあったのか？はい、我々がお預かりしております。もう二度と使うこともないか。ところでソフィアは元気かい？それが少し前から寝込んでしまわれて。病気なのか？全く原因がわからないのです。高熱を発して起き上がることもかなわぬご様子で。それから不思議なことなのですが、ソフィア様の力が以前より衰えているようなのです。どうしたんだろう。彼女には女神イシュタルの加護があるはずなのに。メディア、アリオスが来てるの？ソフィア。ソフィア様、大きになられては。アリオス、また戦いが始まるの？いや、リュコスが行方不明なんだ。今から探しに行こうと思っている。リュコスが？アリオス、気をつけてね。なぜかとても嫌な予感がするの。大丈夫だ。さ、もう休んだ方がいい。メディア、ソフィアを頼んだよ。承知しました。ソフィア様、部屋に戻りましょう。ええ。アリオス様よ。あの方がダイモス様なんですって。じゃあプロスタ様の？アリオス様、いかがでしたか？うん、メディアは元気そうだった。ソフィアも。そうですか。そろそろ出航するとしよう。あまりここにも長くはいられない。そうですな。うん、ダイモス様。プロスタ殿。ダイモス、私は先に乗船してるよ。あ、アリオス様。ダイモス様、もう行ってしまわれるのですか？申し訳ありません。3年ぶりだというのにご挨拶にも伺わず。他人行儀ですのね。私は今でもあなたの妻のつもりでおりますのに。いや、それは、その…そんな困った顔なさらないで。さあ、出発なさってください。そして、無事に戻ってきてください。はい。では行ってまいり…行ってくる。女神イシュタルよ、アリオスをお守りください。アリオス、無事に帰ってきて。
Thank you.